エミネでーす。はい、ということで今日は恋愛です。私ね、実は YouTube 始めて4年くらい経ってるんやんか。私の意見とか私なりの経験とかも結構話した、みんなに話した。だから次はみんなからのありがたいお言葉をいただこうかなと思いまして、私のインスタの方で恋愛上級者のお姉様方へ募集をかけました。恋愛経験少ない子へ向けて教訓や学び、お姉様方のお言葉をくださいっていうね、ストーリーを流しました。私の恋愛系のコンテンツからインスタにね飛んで見てくれてる方も多いので、お姉様方からたくさんたくさんありがたいお言葉が届きました。私のファンの子たちの名前をオパクラって呼ぶんですけど、パンツクラブっていうものの略なんですけど、特に意味はございません。オパクラです。はあ、オパクラ姉さん方は本当に経験値もあれば、変な地雷系とかでもないからマジで姉様なんで、私とはまた違う観点の意見とかをくれるんですよ。私も尊敬してるし。でさ、なんかこういう系の動画をさやりたいなと思って検索したらさ、やっぱ大体私やってんだよね一回なんだけど、私じゃねえなみたいなものも結構あって、またリバイバルもやっていきますね。でね、今回年齢も合わせて教えてくださいっていう感じで募集をしました。自分を大事にしてくれない男は大事にする必要ない。30歳。いやもう私も常に言ってるやんこれだよね。自分を大事にしてくれない男の人、友達もしっかりなんだけど、自分のことを大切にしてくれない人を大切にする必要はない。そういう人がいつか変わってくれるかもとかいう労力を割く時間も無駄。よく考えて周りを見てみてくださいよ。自分のことを大切にしてくれてる人かなりの人数いると思います。もし一人ぼっちだなって思って、ね、この人は、まあ、せめてもの心の救いだったっていうパターンもあると思うので、でも自分を大切にしてくれないその人から何も生まれることはないので、一番大事にしてる人いるじゃないですか、自分です。私はもう屈強な味方は自分だと思ってるから、相手に何も求めないのね。相手から何か与えられるものって本当私の人生の中でプラスアルファくらいだけっていう考え方なんで、自分の大事にしてたらそんな自分のことを攻撃してくるやつなんてもういらない人生にっていう考え方で、はい、30歳同じですかね。素晴らしいですね。はい、次。28歳既婚者です。ありがとうございます。自分のことも大好きにさせてくれる人と一緒になるのよ。深くないこれ。と似てるニュアンスかと思いきや全然違うこと言ってるからね。自分のことも大好きにさせてくれる人、もともと自分のこと好きじゃないって思ってたけど、この人と一緒にいる自分好きとか、どういう形であれいいじゃん私って思わせてくれる、あげまん体質っていうのかな、ポジティブにしてくれるような人と一緒になるのよっていう。友達選びもそういう風に選びましょうね。ネガティブな感情になったりとか、人の悪口言ってたりとか、自分に良くないことをしてきて、もう爆発したらもうそれ以降は関わらなくていいのだよ。それはもう人間関係全てにおいて言えますね。22歳の方からですね、ありがとうございます。知らなくていいことなんて山ほどある。知って後悔するなら知るな。すごい、これ22歳でこれ境地開いてんの結構すごいよ。今回は恋愛経験豊富な方へっていう感じで言ってるんで、22歳とか年齢正直関係ないよね。いやーなるほどね。まあそりゃそうよ。知らなくていいこといっぱいあるし、なんか相手にやっぱ期待しないことだよね。知って残念って思うことなんて何もないっていう期待をそもそもしなければいいから、聞かない、知らない、期待しない。大事、マジで。年齢は書いてないんですけど、依存するな。依存させろ。ほんとその通りですね。おばくら姉さん方強いですね、マジで。素晴らしい。子宮頸がんのリスクとワクチンについて知っておいた方がいいかも。つけなくなる人多いけど、多分5問ですね。感染症だけじゃなくて子宮頸がんにもなるリスクあるよ。つけるの大事。素晴らしい。つけたくないからピルを飲むとか、その彼ともっと深い仲になりたいからピルを飲んでゴムをつけなくていいようにするみたいな避妊目的でね、まあ、飲む人もたくさんいると思うけど、性感染症リスク、そしてあとは子宮頸がんになるリスク、ヒトパピローマウイルスっていうのかな、あれは男性からじゃないと感染しないのね、うちらは。で、私はそういうウイルスがないかっていう検査をしたんですよ、ちょっと前に。子宮頸がんのこう値があんま良くなくて、がんではないんだけど、がんになる手前みたいな感じで、もう一個ステージが上がったら手術しますよみたいな。もうね、動画にも出してるんだけど、いろいろ調べたりして、
タケにも知識聞いたりして、そういう感染症だけじゃなくて子宮頸がんのリスクも男性との性交渉で移っちゃうものなんだっていう、なんかそういうの知った時にもうなんか怖すぎと思って、てかそんなんさ学校で教えとけよもっとちゃんと詳しくと思って、なんか日本のさ性教育もうちょっとどうにかした方がいいと思います。あーイヤリーって感じ。性交渉した後にワクチン打ったって正直さ感染したら意味ないのよあれ。日本の性教育頼みますわ本当。友達のやめとけはマジでやめとけ、これに尽きる。28歳は確かにな、28歳の姉さんが言うのは本当にわかる。ただ若い頃はね、20代の前半だからみんなも経験がまだ浅いですみたいな時にやめとけやめとけ言うて、やめずにずっと幸せになってるみたいな人もいるから、なんか全部が全部鵜呑みにしない方がいいのと、その取捨選択できるようになってくるのが結構20代後半とか、自分が経験してで自分は自分で失敗してもいいやって思えたりとか、なんかそういう失敗しても人のせいにしないとか、なんかそうやって切り替えられるような大人になってくると、そういう周りからの意見も鵜呑みにせずに聞けたりするので、まあでもね、だいたい近ければ近いほどね、近い人の意見は結構参考にした方がいいかなって思います。32歳、恋愛に上級とかきっとない、相手が変わればゼロリセット。まあ本当でもその通りだと思う。その人に対して攻略していく。ゲームが例えばマリオがクリアして、じゃあ次モンハン、なんか全然ゲーム知らないからあれなんだけど、モンハンとかさ違う種類のゲームになっていくやん。かと思えばさ、なんかすごいたまごっちみたいな、うちらにとってなんかすごい優しい癒しのゲームもあればさ、なんかもう竜が如くとかさ、なんか多分知らんけど、なんかこう、ババ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 なのかわからんけど、そういうちょっと過激なさ、ゲームもあるやん。だから、もうなんか恋愛ってゲーム本当に。で、男性の種類もこう、いろんな種類があるやん、やっぱり。ゲームも死ぬほど種類があるじゃないですか。任天堂系のなんか優しいやつもあれば、めっちゃどこのブランドみたいな過激なやつもあるから、そういう風に、なんかゲームを攻略と思って、油断しない方がいいよね。あれ知ってる知ってるじゃなくて、いやー全然違うやんかーみたいな感じになるから、上級者とかないですね。はぁないですよ。タイミングや仕事忙しさを理由してくるやつ、結局自分勝手もあったのでお断り。29歳、結婚者ばっかりか、ね、意外と私こういうこと言ってなかった気がするわ今。タイミングとか仕事の忙しさとか、男性ね本気の恋愛してたらね正直関係ない、そういうの言わない、ガチで。タイミングとか仕事が忙しくてうんたらかんたらとか言ってくるやつは、なんかそもそも両立できないの、恋愛を中途半端にするのも、仕事できないくせに忙しいとか言わない方がいいよみたいな感じだし、本気じゃないなこの人と思って、それを鵜呑みにしない方がいいと思いますね。めちゃくちゃわかる私も。とにかく依存は負け、精神の自立が近道、頑張れ。24歳、女、昨年大失恋からの現在ハイスペ彼氏持ち、かっこよすぎるやろやっぱさ大失恋を経験した人って強いよね本当に。久々にこれ感じたわ、なんかいいねやっぱおパクラ依存は負けは本当それよな、依存はしちゃダメ。尽くしすぎはダメ、いつの間にか世話焼きお母さんポジになってしまうか、28歳、既婚。いや本当その通り、なんかお母さんになっちゃダメだし、アメとムチっていうのに使い分けた方がいいですね本当に。私はお前のママじゃねえんだよっていう、やっぱ女の子はねわがままに生きといた方が愛されますよ。男をどうこう言う前に自分と向き合って内面磨いた方がいい人と出会いするし、いい人だと気づける。心理、いい人と出会えるのはもちろんなんだけど、いい人だと気づける、これが結構大事だよね。自分の中身がちゃんとないと依存しやすくなっちゃうし、ただ顔がいいってだけで離れられなくなっちゃうし、クソなやつなのになんかわからんけど自分の軸がブレブレだから、なんかその人に依存しちゃってみたいな、なんで好きなのあの人のことって周りに言われてもなんか依存しちゃってるみたいな状況になるわけ。でも内面をちゃんと磨いてて、こいつはいいやつダメなやつっていうのをちゃんと自分で見極められるようになる、気づけるっていうのが本当大事で、顔じゃなくて中身でちゃんと人を見極められる人、自分のタイプももちろん大事なんだけど、そのタイプじゃない人をいい人なのに次々ってなっちゃって、違う変な人に引っかかっちゃって時間無駄にするっていうのがやっぱもったいないじゃん。だからやっぱね、自分の内面磨くのは本当に大事ですね。28歳、去年離婚して学んだのでギャンブラーは気をつけろ、自分自身に甘い男は気をつけて。しかもねお子さんをね育ててるんだよね。この子はねゲンスにいてくれてる子なんで、私も分かってるんですけど、すごくしっかりしたママなんだよね。強くなったなって思います。金ないのにギャンブルやってるやつ意味わかんないもんな、なんか人に迷惑かけてるまでやんなよって思う。でも自分にね甘いやつはダメ。
夢を追ってばっかの男はダメ、振り回されるだけ現実見てる男を選べ、24歳夢を現実にしようとしてちゃんとやってる人はいいんだけど、夢を語ってばっかのやつはダメだよね。男のロマン語りがちなやつはノー。やっぱ女性脳は現実的な人が多いと思うので、本当に頑張って努力してる人、まあでも叶えたからでいいと思う。本当に叶ってるやつでいいと思う。何がかわかんないからね。大切なのは言葉じゃなく行動。これ本当にマジだから、どんな男にも当てはまるから。三十女より、もうなんかこの言葉が同世代味を感じるわ。安心、なんか安心する。面白い。32歳、女の勘、胸のざわざわ 99%。 当たる、わかる、本当にわかる。当たりたくないのよこっちも。そんなはずないって、あんたを信じたいって思うんだけど、30歳で結構私も多分恋愛経験が豊富な子だと思うんですよ。ほとんど胸のざわざわだったものは現実に起きてます。うん、だよねーみたいな。あー、やっぱ一回でも信じた私がバカだったわーみたいな感じになっちゃうから、不安要素があるやつは大体何か抱えてるよね。よくないマジで。29歳、いい意味で自己中になる。彼以外の人生の目標も作る。精神的にも経済的にも自立。最初すぎる、亀の偉大さえぐー。悪い意味でのじゃなくて、いい意味の自己中、自分に軸があって、まあまあ私についてきたら間違いねえよっていうくらい自立しておいたら、もう 100% 男性沼りますから。女性に沼んだよとか大体なありだったりするので、そういう自分のことも尊敬してくれて応援して、お互い自立しましょうねっていうのを目指してくれるようなパートナーがいいですね。27歳、既婚者。結婚しないうちにたくさん遊ぶべし、結婚しないうちは自由。もう本当にその通りです。既婚者の言葉はね、重たいですねマジで。うわ、ちょっと待って、大先輩から来ました。ちょっと嬉しいんですけど、むやみにやるな。バイ。50代元バクモテ母、ありがとう。本当にむやみにね、やっても沼んなって話よね。沼んない自信あるんなら別に、うん、失うものないですけどって感じならいいと思うんですけど、けどね、その人になんかやっちゃってハマっちゃう人の子多いじゃん。だったら良くないよね。若い時は遊んだ方がいい、27歳。そして最終的には遊び飽きたぐらいの男を選んだ方がいい、27歳女。これから遊びようと覚えたら困る。ほんといいよね。今年31歳、既婚者です。自分を犠牲にする恋は続かないし、続いても辛いので、自分を大事にしてね。なさきおめえ様嬉しい。私は全部下まで行くのが追いつかないくらいにめちゃくちゃ教訓送ってくれてんのみんな。でこれって当たり前じゃないから、なんかこの4年でみんなとの絆を確立した感ある。でこれを求めてくれてるのもおパクラなわけやん。どうやって学んだらいいかわかんないです、なんかどうやってこう乗り越えたらいいかわかんない、絶賛悩んでますみたいな恋愛の子たちに向けての動画なわけだから、恋愛経験しまくってきたおパクラ姉さんたちと次におパクラ姉さんっていう立場になりうるであろう子たちのために、なんかみんなで救ってあげてる感がえぐくない？全員が全員ああやってないのに、なんかみんなと会ったことあるかのようなこの団結感やばくない？なんかみんなに感動してるんですけど今。27歳、振られてどん底にいる可愛い女の子たち。私の魅力に気づかない男、こっちから願いすぎ。かっけえ姉さん、呼べない。言ったってください、この可愛い女の子たちに。楽しすぎる、女子会だ、めっちゃ。かもちんでちゅけど、これ何？27歳で4人の子持ちの方ですね。男は思いやり、優しさが一番。顔と雰囲気だけじゃ夫婦やってられん。かっこいい。大先輩ママ。いや、でも、子育てを4人されてる方の言ってることの説得力はえげつないですね。しかもアイコンめちゃくちゃ素敵。何これ、素敵すぎる。みんなありがとうね。なんかやばい、ヒロアカのヒーロー大集合みたいな感覚になってる今。いやー、いい、最高。31歳、男は育てるほど。何かしてくれたらこれ以上ないくらい大草に喜んで、またしてもらう。かっけー姉さん。してくれることに対して期待するんじゃない、こっちが育ててさせるんですよ。男性はね、やっぱね、いい意味で素直、女性よりもなんか素直で心綺麗な人が本当に多いね。女性よりも素直で
こう言ったことに対して、じゃあまた次もこうしようってすぐにこう素直に捉えられる。なんか男はバカとかさ、単純な生き物とかさ、よく言われるやん。あれってでも言い方がちょっと強いだけで、すごくいい意味でもあるのね。だからこそ、こっちもいい関係を築きたかったら、こっちも男の人をいい部分をちゃんと褒めてあげる。で、それを喜んで相手も喜ばせるっていういい関係を築こうとする努力に幸せって実るなってやっぱ思うので、してもらってばっかじゃダメ。ウィンウィンな関係を恋愛とかそういうパートナーとも築いた方が絶対にいいから、これはねすごく大事なことだな。ちょっと保健室のおぱな姉さんたちにも募集をしたんで、ちょっとおぱな姉さんたち読んでみようかな。保健室はまたさらに濃いコミュニティのおぱな姉さん方だからめちゃくちゃいい。25歳、涙が出るほどの恋愛は若いうちにしておくべきだと思います。いつか自分の経験値になる。そして大人になった時に愛してくれる人の大切さに気づくことができます。経験済み。素敵すぎる。29歳、どんな恋愛も経験になる。結局はしたい恋愛、どうなりたいか明確に当たるまで探し続ける。そして何より自分を大事にしてたら自分大切にしてくれる人としか好きになれない。やっぱおぱから姉さんたちみんな同じこと言ってるよね。素晴らしい。同じマインドです皆さん。36歳のお姉様、西野カナみたいな恋は25歳までに済ませて、25から30までは結婚式できる相手を探して付き合い、30過ぎてから婚活始めたら20代しか持てなくて自己肯定感めっちゃ下がるから気をつけて。これはね現実ですね。20代なら婚活無双できるから、人生最大のモテ期を経験したかったら20代で婚活。どんな子でも20代ならモテれます。姉様ありがてえお言葉。年齢とかも正直関係ないとは言いつつも、20代は無条件でモテるんで、また30代になったら30代の魅力をこっちも磨くんですけど、年齢で売れる時代、年代っていうのは現実問題あるんで、そこの年齢とか関係なく魅力を磨いていくのが、まあ30歳、20後半から30代、40代、50代もそっからね、年齢じゃない部分を磨いていくんですけれども、こういうおぱ姉さんたちのコメントだったりとか、アドバイスとかも飛び交ってるのが保健室です。今やってるの結構保健室内でやってることって感じで、保健室の姉様方マジですごいんだよな。私が直接お悩み相談室って言ってお悩み相談に乗らせて、今日もやるんだけど夕方からあと30分くらいでおぱくらちゃんたちのお悩み秘密の相談室っていうのをやってるんだけど、それを私とマンツーマンで話さずともおぱ姉さんたちがこういう悩みとかを結構コメントとかで返してくれたりとか、お互いね相談乗り合ったりとかして肯定感高めてるのが保健室なんですけど、なんかそういう空間をね、今インスタとかで募集したから久々にこういう動画撮ってるからあれなんだけど、最近なんか満たされてんなって思ってたのは、これ確実に保健室でやってるからだなって思った。最高ですね。男の手のひらで踊らされるのではなく、自分の手のひらで喜んで踊ってくれる男を捕まえた方が幸せになる。本当それだ。こう転がせるんじゃなくって、踊らせるじゃなくて、最高じゃないこの表現の仕方。自分の手のひらで喜んで踊ってくれる男性。なんか今ね思い浮かんだのが翔くんとかりんだわ。翔くんだわ。手のひらで喜んで踊ってるのって翔くんだ。めっちゃ30歳から継ぐ。マジいろんな男ととにかく会話しよう。恋愛関係並んでもええからとりあえず。わかる。男性になれるっていうのは結構大事で、男性なりしてないのに急に男性がこう日常で現れてきて優しくされてコロッでなっていがちな人も結構多いから、なんかいろんなねクズ男性とかとも喋っといてさ、クズの心理ってこんな感じなんだみたいなのをたくさん会話してね、知っておくべきな部分もかなりありますね。はい、ということで最後です。結局ハッピーマインドの女が強い ABCDE 理論で、常に自分に都合のいい考え方に変換。わー、最初は全然ネガティブでいいの。ネガティブな部分でしか得られない、学べない部分もあるから、ネガティブを否定してほしいんじゃなくて、じゃあネガティブからどうやってハッピーマインドに変換するみたいな話。じゃあ変な男の人に捕まってなんかミスったわみたいになっても、まっけー現地上がっちゃったねまたみたいな感じ。常に自分に都合のいい考え方に変換して、ハッピーマインド染まりたかったらついてくればみたいな感じで、すごいなんかハッピー野郎になりましょう本当に。で、人のネガティブとか自分のネガティブを否定するんじゃなくて、ハッピーなマインドに変換できるような癖をつける。自分を否定するんじゃなくてね、って感じでやっていけばかなりいい出会いができるんじゃないかなって思います。今回は私の大切な大切な大切な恋愛経験の豊富なおぱくら姉さんたちにありがたいお言葉をいただきました。姉様方本当にありがとうございます。恋愛の
経験有無関係なく、こうやっておパクラから助けられてる部分、おパクラの経験値の高さ、性格の良さ、本当にマジ実感しております。こういう企画とかで触れ合うたびに。ということで、あと30分でエミネはおパクラとマンツーマンの秘密の相談室をやってきます。はい、これでちょっと温まったかあっていいこと言えそうな感じ最後まで見ていただいてありがとうございました。またこれからもね、ご協力よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。